はい、どうも K です。今日は裾野フィッシングパークさんに来てます。今回はタイトルのあるように初心者に絶対おすすめしたいルアーを紹介したいと思います。それがこれです。ライトイング LD です。これは針に毛がモフモフした感じで巻きつけてるルアーになります。真ん中に針があります。これがとにかくめちゃくちゃ釣れるんですよ、マジで。なのでどれぐらい釣れるかっていうのを見せたいと思います。水につけるとこんな感じの動きになります。テロンテロンです。これいい動き、この柔らかい動きがめちゃくちゃ効くんですよ。じゃあこれを投げてやってみます。じゃあまずは表層を巻いていきます。おお、取った。おー、釣れたぜー。一撃でした。はい、ルアー外れてるけどこれで釣りました。さっきの逃がしますね。もう一回いきます。表層巻きでいきます。ちなみに今はこの速度で巻いてます。おっと、来た。おお、連発だね。これ外していきたいと思います。はい、釣れました。で、今使ったこのリリーサーっていう針外しみたいなやつなんですけど、網で取って外すのもいいけど、魚を傷めないでサクッと針を魚から外せるっていう便利なものです。で、釣りするのに必需品なのがこの偏光グラス。これをかけることによって水の中で魚がすごいよく見えるので釣りやすいです。じゃあどんどん連発していきたいと思います。ゆっくり巻きます。ゆっくり巻き、おっ、よし、おわー、乗らない、来い。悩んでた悩んでた。あ、合わせられなかった。もったいないね。ああいう時もあります。行くね。はい、ゆっくり巻きます。お、お、来てる。あー、残念だね。来てる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 、おー、来い。すごいね、この反応やばくないですか。おー、追っかけてくるね。あ、待って、来た。うわー、やばー。上手に合わせないとアーフになります。じゃあさっきいた場所の対岸にやってきました。こっちの方が魚溜まってる感じなんで、こっちでやってみたいと思います。ただこれ上見てもらった通り、木が生い茂ってるんで竿が引っかかったりルアーが引っかかる可能性があるんで、投げるとき気をつけてください。じゃあ行きます。ゆっくり巻きで。ダメだな。お、来た。手前思いっきり手前です。まあ諦めないですれば手前でも釣れるっていうことで、あ、バレちゃいました。さっきみたいに足元で食うこともあるから、油断せずに最後までゆっくり巻いてした方がいいと思います。連発させていきたいと思います。ちょっと早巻きでいきます。出ました。じゃあこのリリーサーで外していきます。竿を寝かせてこんな感じです。やった、釣れた。こんな感じで表層をただ巻きすると釣れるんですよ。楽しいです。いきます。すごいよこのルアー。お、来てる、くる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 、こいこい、くる。わ、やった、狂ったように。すごいね、この反応やばくないですか。めちゃくちゃすごかった今の。私でもこんなに釣れちゃうんで、よく釣れるルアーです。よし、はい、やった、釣れた。はい、植木にやってきました。ここは水がクリアなのでちょっと難しくなりますね。あそこに大きいのいるじゃん。そこの魚が赤身っていう、身が赤くなってる、食べて美味しいって言われてる大きい魚ですね。ここの植木はここに魚が溜まりやすくなってて、魚がいっぱいいるところをちょっと今狙ってみたいと思います。じゃあ狙いますね。で、落としてるだけで多分食べるかも。ほら、釣れたよ。ほら、どうだ。いいな、これ。落としてるだけで釣れる。魚がいるところにルアー落とすと食べるから、それだけでも楽しいと思います。大きいね。楽しいです。魚がいっぱいいるところにちょっと落としてみてください。簡単に釣れるんでね、やってみてください。見ての通りすごくいっぱいついてるんで、ここの場所を取って狙ってみるのもいいと思います。じゃあ足元ちょい投げで手前の魚を狙います。ポンと投げて落とすだけ。ゆっくり落としてって。おー、来た。これ来たぞ。落とすだけでこんなに簡単に釣れるよ。楽しいね。お魚も大きいし、お水きれいだし、食べるの好きな人はね、いいかもしれない。大きいね。元気な魚。この時に魚はあんましこの水の上にグッと上げたりするとダメなので、針外す時はちょっと上げたりしなきゃいけない時もあるけど、なるべく水から出さずに逃がしてあげると魚に優しいですね。はい。
行きました。連発していきたいと思います。ちょい投げでいきます。落とすだけ。お、おっと、釣れた。これ簡単に釣れるよ。これは引くね。おお、これなかなかうまいね。じゃあ目に入れます。綺麗じゃない？すごい綺麗な魚。よく引きますし、大きいです。元気です。はい。ありがとう。じゃあミックスポンドに来ました。でここはさっきのポンドに比べると魚は小さいけど魚影も多いし、こっちの方が初心者さん向けだとは思ってます。はい、まずは手前のところに魚がいっぱいいるのでそこに落として捨てます。あ、落とさなくても釣れちゃった。ほら簡単に釣れるよ。じゃあリリースします。じゃあもう一回行きます。はい、ゆっくり巻いてただ巻きで釣ります。ただ巻いてるだけでいいんで釣れちゃいます。もうすごいね、簡単に初心者さんもこれで釣れると思います。すごい、やったー、釣れました。どんどん行くよ、いいですか。でただ巻きで釣ります。ただ巻いてるだけでいいよ。ほら釣れる、やったー、連発。初心者さんでも釣れる、ただ巻いてるだけで釣れるからね。じゃあ次はホールの釣りやりたいと思います。ホールで釣るときはラインを見ながら釣ります。ラインが動いたら合わせるって感じです。じゃあ行きます。はい、落としていきます。何もしないでそのまま落としていくとラインが動くので合わせます。動いたら、よし、今いいよ。合わせます動いたら、よし、合わせます動いたら、よし。ピュッと動いたら合わせます。今のラインの動き分かりました？あれができると釣れるんで楽しいです。ラインの釣り、もう一回ラインの釣りやりたいと思います。たるんでるところを見て何もせず、ラインが動いたら合わせるんだよ。ラインが動いたら合わせるんだよ。ラインが動いたら合わせるんだよ。どう、わかった？わかった。これさすがライトイングミニ、よく釣れる。はい、ラインの釣り、ラインが動いたらあーっと合わせます。おし、いった。ラインが動いたらあーっと合わせます。ラインが動いたらあーっと合わせます。知った。どうですか、簡単でしょ。私でも釣れるんで初心者さんも釣れると思います。こんな感じでたくさん釣れちゃって楽しいので、缶釣り始めたいっていう人は最初にこのライトイングシリーズを使ってください。詳しいルアーの使い方はハートデザインのチャンネルでたくさん出てるのでチェックしてください。それでは皆さん楽しんでエリアトラウトやりましょう。